ソルジャーが何だってうちらの仲間になるの？その人キャリアを捨てるわけ？名前なんだっけ？元ソルジャーだとよ。うん、名前はクラウドストライフ。武装路線で行くとなればプロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。ちょっと面倒くさいやつか。クラウドさん頼っていいっすよね。許す。始まった。まずは顔、基本でしょ。どうせ俺は基本がないじゃん。っていうか、出場時刻は違う。もういい、それ以上言うな。例えるなら。例えるな。ただの金目当てならここまで来ないっすよね。クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちとは興味ないね。ウェッジ
がっかりさせんじゃねえぞ。任せた。進むぞ。この腕さえひねるソルジャーといや神羅の番犬、マコールは初めてじゃねえんだろ。俺を魔王だまりのブリッジまで案内してくれ。教えたくねえってか。神羅に未練たらありじゃねえか。中堅スタッフかよ。拒否したって意味ねえぞ。もともとお前抜きで立てた作戦だ。マコールは建造された時期によって構造が違う。この形式は初めてだが、なんとかなるだろう。せかすなよ。おい、ロック解除。誰だ、閉めろ。観念
しろ。こっちのセリフだ。パスコードの情報は分派の同士が手に入れたの。あ、分派はこっちか。活動方針で揉めちゃって。はい、ロック解除。気張っていけ。後ろは任せてくれ。エレベ、そこのボタンを押して。ティファの知り合いでしょ。好奇心むき出しで聞くけど、どんな知り合い？俺たちは。このネズミどもはアバランチを名乗っているようです。とはいえ、かつてプレジデントの命をつけ狙ったあのアバランチとの関係は不明。現在調査中ゆえ、今少しのご猶予。てめえが飯食ってる時、眠りこけてる時も、このバカでかいポンプが魔鋼をガンガン吸い上げるわけだ。休みなく容赦なくよ。お前、魔鋼の正体を知ってるか。魔鋼はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。ってことは、このまま吸い続けたらどうなるよ。星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ。あんたには聞こえるのか。おうよ。医者に行け。うん。あ？てめえ！星の未来より5秒後の自分を心配するんだな。あんたの悲鳴なんてゾッとする。ここからは慎重に行く。少しでもおかしな動きをしやがったら容赦しねえ。中距離連射型の警備兵器ね。クラウドの賢者、苦戦は必至。うるさくても我慢してね。がっかりさせるなよ。こっちだな。
ておいてろ。はっ、ここまで行くぞ。行け、当然の結果だ。クラウド、あそこ見て。警備システム稼働中。情熱的な眼差しだと思わない？見つかったら火傷じゃ済まないよ。どう進めばいいか知ってるよね。レーザーは一定間隔で見えます。消えたタイミングを狙って進む。さすが。じゃあまず私から。スリルが大好物なの。おい、その綺麗な目にしっかり焼き付けてね。そうそう、その感じ。大丈夫？余裕だね。バッチリ。この調子で行こう。基本はさっきと同じ。さあ行こう。さすが元ソルジャー。簡単すぎる？ふう、なんとかここまで来れた。爆破ポイントはもうすぐ。見て、あれは通称スイーパー。ヘマしたらお掃除されちゃうかも。その前にスクラップにしてやる。ただの鉄くずだろ。攻撃力、防御力ともに手間違いだ。舐めてかかると死ぬ。策はあんのか。魔法の方が効くはずだ。隙を狙って決めていけ。せっ、やっ、軽いか、この程度か。チャンスは自分で作り出す。もう一度行くぞ。貫く。行くぞ。よっしゃ。ここが魔航路の中心。あそこに爆弾を仕掛けるの。ここから降りるよ。ここまで刻む。消えろ。
邪魔見やがれ。さーて、シンナが送り込んできた犬じゃないってことを証明してもらおうか。爆弾はお前がセットするんだ。ティファの連れってだけじゃ信用できねえ。仲間になりてえなら。何度も言わせるな。俺は雇われただけだ。だったら黙ってやれよ。問題ない。タイマーはどうする？お前が決めろ。ビビりやがって。
撃だ。行くぜ行くぜ行くぜ。黙っていけ。行け。貫く。刻む。攻撃だけが気負いすぎる。腕が鳴るぜ。近づきすぎて自爆するなよ。選べや。軽い。確実に今だ。こっちだ。刻む。サソリの尾に気をつけろ。どうすりゃいいんだ。直撃したらただじゃ済まない。鉄骨に身を隠せ。にしろ。調子に乗るな。攻撃後の隙を突く。詰めるぞ。貫く。刻む。
功労賞はあのサソリにくれてやる。急げ、脱出だ。ブッジが逃げ道を確保してる。全力で戻れ。大丈夫か？うかつ、足が挟まって。サンキュー。おい、あそこで合流だ。ジェシーを頼んだぞ。こっちこっち。ここ行けばバレットと合流できるはず。黙って登れ。その方が楽だ。そっか。で、ダメ。喋ってないと焦る。好きにしろ。バレット。先に行け、弟子。扉開けんのが優先だ。でも。こっちは問題ねえ。もっと、そうです。見つけたぞ。取り押さえる。もうすぐドカンだ。邪魔すんじゃねえ。バレット、5秒でやるぞ。どけ。消えろ。頼んだ。ババよ。あいつらと合流するぞ。早くここから出ねば。やっかしは起きましたぜ。また眠
暮らせれば。隙を作る。行くぞ。
立てるか。助けてもらおうと思ってわざと転んでみたの。迫真の演技だったよ。